これがステーキだ,ーキだ食能様、ま、ステーキハウスエルシャダイグランドオープンステーキ 200g がなんと1,000円さらにライススープサラダは食べ放題那覇市あけの 3−19−1 あけの小学校を向かいステーキハウスエルシャダイい、うん、やはこれだったからどんくらい波が揺れるか分からんしゃや,や。あ いやあんしが血のやよこの波やよあの落ち着いてたんあ落ち着いてたんですねうえパッタイパッタイサンちょうどいい感じの英語はおーだったから全然余裕はなかったんだけどはい船ぬってあんさんに降りてからはいあちょっと言うとこはそうかやんちやんかい戻って降りからなゲノゲノしよちぶらがまやまやし降りてからっすかうん あ、1時間あたり、しっからるやさで、1時間あたりしっからるしさで、1時間あたりしっかり待とるんばよ。あいや、ちなとんでやねあで、人種も差しがよ。みみわよ、つぶったらさ。また余計やんばて。あもう余計ガンガンして。うん、終わらないしやんよ。じゃさ先の道路不じやんばよ。夕ふ網にねから、どくんで。 もう後から来た船酔いみたいな、そうそうそう。陸酔いみたいな感じか。そう陸酔いやさ。うんうん逆に、陸酔いか。うんうん、うん、陸酔い納豆船の波に慣れすぎて、はい。陸に立った瞬間に、そう。揺れてる感じのそ、そう。急に。 普通揺れてないのにみたいなね。エレベーターから降りた瞬間みたいな感じでしょうね。言ったら。<laughs> あ,あら頭にあるね。うんうん、エレベーター降りた瞬間、降りたのに、まだエレベーターに乗ってる感覚。になってるあ,ある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 、うん。うん、そ、そんな感じ。<う>だ陸で立ってるとか、ゆったりゆったりしてるから。はい、どうせやったら、もう地球のね、うん、この地盤っていうか、陸もずっとゆっ、はい。

あの詳しいが一度に2 0 0ーとかやルミンから離ってからでつってだからこれはお楽しみやるわよ隠すわじゃあ木曜日は全部喋ってしまって金曜日は隠すっていう感じにする金曜日オリジンアワでもしかしたらエモヤンが言うかもしれんさああなるほどあっちは隠してるって木曜日で隠してるっさんでもたまに僕も聞いた時 ね、YouTube の話するんですけど、うん、あ、言っちゃうんだっていう時ありますあるねありますよね YouTube で例えば僕らも一緒に撮影した、うん 場合の話をして僕らはひたし隠ししてるんですけど、はい、その次の日のオリジンアワーでひたかし隠ししてた部分を江森さんがサラッて言ってたりしません、うんうんうん、だからこれは、ね、エモやの作戦やんばよ再生回数伸ばすためにああ<ー>、うん、逆に言っちゃうっていうねそうそうそうさッユーレユーチューバーやっさ逆にこっちで全部バラしてしまったらい 終わったの方が再生回数伸びるんじゃないですかここの説明だけで再生回数伸びたらもう苦労しないわ <laughs> 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 この動画がねオリジンアワー木曜日の動画が <うん S 1> あいやねツイキャスコメントも頂い,いておりますよいろいろありがとうございますねむ <うん S 1> り姫さんが「あオリジンチャンプル終わりでですかねすぐ」<うん S 1> コメントで引き続き「オリジンアワー聞きます」ってありがたいなありがたいっすね <laughs> <laughs> えー、これ聞いてなかったら、どうしようかな。<laughs> <laughs> あ、聞いてますね、こんにちはって聞いてます、ありがとうございます。ありがたいす、ね。今日はね、カレー大好きわらばさん、うん、えー、じゅんせんしゅしょくん、こんばんは、と。はい。えー、きゅうぐしかしの、おれさん、そして、えー、えと、いろいろ来てます、大阪のおばちゃんさん、いめゆなさんも来ております。ありがとうございます。おれさんは、このフェイクがすごいよね。はい。何週間に、一回か急に。はい。 ツイッタ送ってきて確実に UFO の話してって言われてマストできますからねキューグーシカーのお姉さんたもう UFO の話してっていう文字を携帯で書くときにアルファベット U って押しただけで UFO の話してビックリマークが関連で出てくるでしょ2に字ふたプッシュしただけで遅れてるかもしれないでこのコメント自体が。 UFO キャッチャーの話していいすごいっすね絡め方はいはいはいは UFO キャッチャーそうしよう UFO キャッチャーにしてこれ設定頑張ってムンディあの具体よ力が強いか弱いかでお店の設定によるけどこれは最近ちょっとハマってってからさ UFO キャッチャーにうんでプライズ品だからちょっとこの定価自体は800円しかしないってや はい、このフィギュア。フィギュア時代。フィギュアだったらね、八百円やる場で、<はい S 2> 足が、あの。取れるまで、千五百円とか二千円かかったりする、わけさ、平均的に。<ー> <に S 1> まあ、そう、なんですね。うん。要これがね、たまに、レア商品みたいな感じで、人気が出てきてから。はい。後後高くで売れたりするわけ。ほう。うん。このフィギュア自体が。そう。はい。 メルカリあるさあれでいろいろやってるわけさ。安いの、今の商品はもちろん安いわけさ。今店舗に並んでるから。で、その商品が2、3か月ぐらいで値んないくと、あ、あれ、しぶさせたんであれ、欲しかったってなるさ。それがだんだん上がっていくわけさ。定価が。ほ 1000円とかで取れるものが今になって5000円とかで売れ,られたりとかしてそんなに変わるんですねそうそうそう<ぁ>だからそれを俺は狙って今ストックしてるわけ何言うわないかいね在庫としてよいや <laughs> 在庫とか言うな <laughs> <laughs> ちゃんと、あのー、すごいなサイドビジネスうん そう純利益も出してから。俺純正地からその言葉聞けるのは何と思ってた？そ純利益。ねあれやればやるほどさ、上手くなっていくわけ。あ、な何がっすか？売る方かっすか？UFO キャッチャーがっすか？UFO キャッチャーよ。UFO キャッチャー。あらご案外入れるもんとかや。あ、だから相当ね、うん。どんぐらいで取るんですか？言ったら定価の百百円で、はいのフィギュアじゃないですか？うん。 どの,額でれどのぐらい取れます、あ、大体最低でも一回100円に入れてからこのアームがどのくらいの強さか測ろうと、はい、<ー>墓屋にあこれアートラらンサさとか、はい、もうずっとやっても取れない台もあるわけさもうすぐ分かるんですね、うん、アームの強さで、うんうん、一応かけないと分からん<ー>入れてからかけるっつってもこの輪っかにかけるんじゃなくて箱にちょっと当てるそしたらそのぐらいああの動くね ってなったらじゃあこれは見込みがあるからって例えば500円入れるとするさ500円でこんだけしか動かんって言ったら諦めも感じるんだよあなるほどねでマイナス500円さがもったいないでしょまあそうですねで普通だったら1個に3000円4000円入れるさ入れる人いるさ入れる人いますよ相当欲しい人じゃなくてからよ人がやりかけとかあるさはい まあ盗りか盗る、盗るまあ言い方はすごい悪いですね。人がやったやつを後からまた自分がやるっていうね。この動きだったらあじゃあワンが取れるはずですってから。でこれで五百円とか取ったりするわけさ。はい。一つ。はい。だから一日例えば行って三千円を細かく使うわけ 3000円さにミーチついねいからまたこれ在庫として持って貯金聞いてすごいな貯金金使ってゲットしたフィギュアを貯金そう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 いうのがあるわけですサイドビジネスしてるわ最近なんかこういう感じ出てるわ純選手これでたまったお金でまた歯出すんだろうなこの人は もう癖付いてるわ。<laughs> さあ、えっと、首も長くしようかな。い,な <laughs> いや、なんでよや、や首長くしてください。いや、首長族やし、そんなもん。<laughs> <laughs> 輪っかつつけてるや輪っかは最終的にだなじゃあダルやし組長族目指してるやし意味やからおわ <laughs> さあ本日メールテーマございましてはい、はい、本日のメールテーマお酒でございます <laughs> やたんやたんはい UFO 絡みの話出てきたのもすごいけど、うんうん、酒の失敗とかやはいお酒の失敗、うん、えー、まあねなんかおすすめの居酒屋さんとかあったら嬉しいですね 個人的にもちょっと知りたいですしあのさっきお酒の失敗とかまあいろいろあるんだけどさはいあのワンよ久米島うんじよはい何でかえ建築ソウル土地役と10人あらさや78人名によ久米島の出張何回か行ってるわけさはいウうんじや道の中うんじよわこの進化がよワン ズボンはうもー踊らす。で、この時流行ってたのが、おっぱっぴーやるばで。ああ、小島よしおさん。なんでかじらんけど俺に、そんなの関係ねえしてって言ってから。してって。言ってから、急にズボンおろされてから、うん、寝る関係ねえらん。うん、寝る関係ねえらん。私それ方言バージョンで言うんだ。うん、やって。うん、寝る関係ねえらん。うん、寝る関係ねえらん。うん、寝る関係ねえらん。悪いな。 あれデッパッピーって言ったらみんな死ぬ受けてわけよデッパッピーそうそうそうなんかあの寒いよな寒いけどこの時にちゃ線笑うんばよで笑っててからその時にさ店員が写真撮っておるばって写真撮ってアンサーにこれ風通とったんでそのデッパッピーの瞬間をマルバイロマルバイマルバイが写真風通とったんで ワルバイが出っ張っしてる瞬間を写真飾ってう, <ん S 1> <laughs> うわ、やばやばいんじゃないだからこれ芸人してからも,もう何年かもずっとこっちに飾ってたってよ <はい S 2> で、またこの久米島の昔お世話になった人から連絡来てから <はい S 2> で今度行こうって言ってから「<はい S 2> ンお前の写真ずっと飾られてたよってから撮ったってよ、一応は,は,いはいだから一応ありがたいんだけどさ <laughs> こ,れこれ失敗さ公表してろ今日 あそっかでも見た人も何名かいるかもしれないんだ知らないうちにねヤクルトぐらいのやつよヤクルトぐらいのやつ言うな自分のものをヤクルトぐらいちっちゃいんかい逆にヤクルトを逆さまにしたぐらいいやわからんヤクルトのイメージがわからん赤いところをそのまま飲み口ね飲み口をバッて開けるんじゃなくて歯でクまにかまんかった ででかねんだらちょっとずつ出てくるさそれを逆にした感じです何の話かやこれ何の話でゴールについてればこれゴールいやゴールじゃなくてなんでルーの時ちょっと巻き出すのおかしいでしょあでもね失敗したのはちょっと似たようなことで僕もあの もうせ今年の話なんですけど、うん、バイト先カラオケ屋でもう働いてるんですようん、うん、で、えーまあ、飲み会がありまして、うん、そのバイト先の方で、はい、カラオケ屋で、うん、でもう飲んでね僕はほぼほぼ初めてじゃないかなって思うぐらい酔っ払って、うんうん、記憶飛んじゃったんですよ、うん、記憶がで、うん、気づいたら一応服 まあ普通の感じで、ただ靴下ない、う具の靴もない、はいはい、あれってなってタクシー乗ってて、タクシー乗っておったのばりんじ、うん、で、あ、帰ってるな家にってなって、ああ、あまり、怖い怖いって、でも別に物もあるし、ああ、なんかな、なんなんか知ってはいるな多分ってはいはい、で、次の日に聞いたんす、はいはい、そのね、店長に、はい店長もいたんで一緒に、お前昨日やばかったぜ、のエって。 ノルウェースーのノルウェー,スーデンの店長さんじゃないノルウェースウェーデンの店長さんがいたらその前に言ってるノルウェースウェーデンの店長さんと飲んだって <laughs> あそうなの,、うん、の言ってるその前にギボックスもいるかもしれない,、うん、いやギボックスさんもいたら言ってる入ってる 屋さんで飲んだとかそういう話じゃなくてギボックスさんとノルウェースウェーデンの店長さんと飲んでるって言ってるおかしいから普通のシンプル店長さん <laughs> ああそういう話だったんだねちげちげじゃ落ちてないまだ俺が話したかった話ここじゃないなんでノルウェースウェーデンさんで終わってるの俺の話じゃあそれであのまあ飲んででえまあ普通にこう昨日やばかったぜって言われてで これ見てみって言われて動画見せられたんですよそもうまあ寝てるんですけど僕が全裸で首に蝶ネクタイをしてでやめろー脱がすじゃねーって言いながら自分で脱いででみんなもうわあって笑ってるんです部屋の中ですよ自分で脱いでからうんはい。ボケタあるんですよだから酔っ払って俺が知らずいっすけどやめるーって言いながら酔っ払ってる俺がボケタあるんですよ自分で脱いでしてなんかお盆持って ほんとに見てて恥ずかしい思ったんですけどアキラ100%をあの全裸の芸人工も盆で隠して見えないっていうギリギリの芸をアキラ100%を200%で俺やってるんですよ死に大きい声でめっちゃ恥ずかしくてわいやおっぱっぴーやたもんやで う,うわーってなってそれを店長が撮っててまたこれを店長もおかしいですよね自分の店舗の一番の責任者の店長がそれを撮ってお前この動画ばらまかれたくなかったら俺に100万持ってこい,いやおかしいだろどういうことよやや,こやばいっすねこれだからね僕もそんなキャラじゃないんでバイト先とかでもくれよ ま、うん、あお笑いやってからはないよわくさ。はい。ショーみたいによ。はい。そばショーみたいにこうなってから脱いでからやエーってはやらんわくさ。はい。うん。あれ夢やから意味わかる？あもうだから、うん、普通にお酒飲んで。うん。 忘れちゃうパターンですよねだから僕もそうですしそうそう記憶がないまでは飲まないほうがいいよああなるほどね、うん、ああ<ー>記憶がのないまではよあのだしんとすけの芯もたくさん飲むさはい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 スはいは、ね、いはいないは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 いたいは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 はいはいはい 蹴たる場合を、でワンモンクルマがやったくてや、で新藤スケが対三回運ばバテ、あそにシンがお笑いの話さんに熱くなってよ、熱くなっさ、ワンワンもその時のシンさんはお笑い熱くなりますね、そうそうそう、ワンワンもその時あんまりもう冷めてから、あもういい感じで飲んだなって感じだったわけ、そして結構もう熱くなってからスリー・シミネにデイジも説教してるわけ。 しんさんが相方の朱里さんに説教するんうん、うん。そう。うわー。で、朱里も負けないから、はいはい、言い返すわけさ。おー。 でなんだかわーおーわーってからやってるわけ。やってるね。俺の車でよ。狭い車で。もうその頃張本人淳選手はあ、冷めてるんですよね。お酒はもう冷めてて、大根のおじさんもちょっと変なわけだな。はいはい。大根のおじさんもイフナーさんに。はい。でわもやっぱりあっちがコンビだから、急にこうなってやるなってはいわ。 言えなからまあねそれはもう違うコンビだからうんコンビだし芸歴が結構先輩だったら分かるけどさだからぬエラングとッド打ち通ったらばそしたらあとさっきまで起こしたのに急にシンが「んだバイバイ何で分かってくれないバイって泣き出してるおお。泣き出して熱いわ熱いでしょずっと泣いてからもうこれだけ覚えとけよっていうか今後何とか何とかってか泣きながらもう号泣よんかで俺降りてその時に「 行こうなって言ってから「もお前たち大丈夫か?」って言ってからそしたら「もう本当にごめんなさい」みたいな感じでなって帰りとったわけでその次の日に真に「お前昨日デー暑かったな」って言ったら何も覚えてないってええすごいなああんなに泣いてから暑くなったのに 逆に熱くなったら冷めてくるような感じなんですけどね。シュリー・シミネ自体もこうやって言われてるさ熱いことだから聞いてても何も意味なかったはずだわけさだからシュリーに対してもお前損したなみたいな感じで言ったらあれも覚えてないよフラヤシは何の時間を見せられてたのかなっていう。 ただ俺だ俺け覚えてるか、ね、確かにね、うん、覚えてないやつらの喧嘩を覚えてるやつが一人で見てただけ <laughs> 別に <laughs> いい迷惑だわその時にはね普通に何も喋らなくても同じ時間んと <laughs>、ね、それああ99しかしの俺さんから、うん、そういう YouTube が面白そうと。 飲んでからね趣里さんとかまあそうですね慎之介さんあの二人はお酒飲んだらちょっとね異色な感じが出ますからすごい本当の自分みたいな感じなのかなあれが救急士課の俺さん早く100万持っていけ持っていかんわあれは消しましたから僕夢ユンナさんやあィや自信があったってよあそうなんですかええ ん地震あいつですか？うんうん、さっきさっき軽くビビるぐらいの揺れんであるあるあの,あの地震でじゃねさっき話し,したタイミングさはいはいあの船乗ってからでじ自由、うん、だったっけああなるほど自由陸よい陸よい自由<よ>い <laughs> <laughs> と書いてはい陸よい、ね、のタイミングぐらいだぞ。 ああなるほどはあったんだ大丈夫かなおお気をつけてというかまあここはね沖縄本島の方は大丈夫なんですけどもはいはニュースに流れてたらぜひねチェックしてくださいお願いしますはい一旦 C.M. きますかはい売り辛いさやはいぜひよろしくお願いします今日のテーマがお酒でなってますのでぜひねお酒絡みのトークお待ちしてますんでよろしくお願いしますメールアドレスお願いしますメッセージは オリジンアットマーク FMNAHA.jp ムルクルサイズ G3ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp まで。いざサルグトウニゲンサビラ。それでは旦。CM ルナトリビンドウジミ この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いや、叫んでも無駄ださあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安くビッグワン オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 のコーナーさあ、えー、ただいま時刻は6時27分を回りましたこのコーナーは、えー、ジュン選手が とあるニュースを読んで、えー、<laughs> 純選手しか知らない純選手愚痴に訳してそのニュースを読み上げます、えー、聞いてる僕ら皆さんで、えー、どんなニュースを言ってるのか当てようというコーナーとなっておりますが一つのキーワードが純選手愚痴となっておりますのでそこがクイズとなってますちょっと分かりづらかったからもう一回読んで。ちょっとちょっといろいろごちゃごちゃしてたな <laughs> 時刻ゆっ ちょっと恥ずかしいラジオ感があったから「ただいまの時刻は」とかあんまり言わない恥ずかしかったそれを無表情で見てたから準選手は恥ずかしくなっちゃって何言ってるのかなってごめんなさいね準選手愚痴がございますのでそこのキーワードをね皆さんで何を言ってるのか当てようというコーナーとなっておりますのではいじゃあ本日のニュースいきましょうか。 本日のニュースこちらですどうぞテンション分かるすごいな分かるンかる分かる分かるあ、かる分から分か分から分かる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 分さん、はいじゃかる分かる分かる分か分かかえ今日のニュースですねはい行きますうちなのうるましカちチンの野原さんにやうタて1十7 5ンチのハブ深くさったん うえー、沖縄のウルマ市、カツレン野原さんのお家で1メートル75センチの蛇が捕獲された、はい、すごいなぁひて,みてでかいな7時半しぎ、はい、ハブがやんかいいるしがたあっちょうるつが発見者にしぐ、うん、地元でハブとやいんわかや 遠間3回連絡し <laughs> えこちらですね <はい S 1> 午前7時半過ぎ <はい S 1> 蛇が家に侵入する姿を通行人が発見し <はい S 1> すぐに地元の羽太り名犬ね ジムトゥーテハブトやインワアカやトーマさんから連絡しもうこの時点でクイズ合ってるよねこれいやいやまだまだまだなんだこれじゃないんですハブトリ名犬を買っているトーマンさんに連絡しトーマさんやカナサインゴアのヤチソティトーマさんが こちら名犬の何々連れて、うんえー、野原さんのやんかいンんじ深くしたん野原さんのお家に行き捕獲したということですなるほど、はい、ということでえテーマがヤチ、うん、本日のキーワードクイズがヤチ、はい、ごめん、うん、キーワード屋さ、うんヤチその前からいきます、はい、トーマさんやカナサインゴアヌヤチソーティー えカナサイングアーのヤーチーソーティー愛犬の何々を連れてがこのヤーチーですあはいまんまじゃないこれも何愛犬でしょはいのヤーチーでしょ俺分かったかもよもうえこれ名前ですよね分からんけどじゃあ行ってみてごらんこんなに早いえ、いや 愛犬のヤーチ連れてですよね。はいはい。で捕獲したんですよね。そうそうそう。そのだ愛犬の名前がハッチ。正解。おえ。ほらほら早くも愛やっちゃったなこれ。あら。俺当たっちゃったわ俺。はくんでハチでしょ。ああ早かったな。わからんとん。 やっちー、はっちやさ、はっちーはっちーあ、はっちか愛犬の名前ってことでしょあ、いいやごめんなさい皆さんあら、やっちって言ったら、またお兄さんってなるからさ方言さあに、やっちやお兄さんですだから、はっちややっちんじいいねからまたいふうならないくと、はっ、やっちーんですなるほど はやかっ, <laughs> <laughs> <はー S 1> ったよ。 違う違う今のはさすがにこの答えではないだって俺も思ったんですよ俺もしょうが当たるとは思わんかったからその雰囲気でしたよね今別に行ってみてごらんだったと当たっちゃったんだよ旧軍師会しの俺さんボケる前に答えるなってんで自分ボケ担当だと思ってるんですか今からボケるのにみたいなあ申し訳ないです今の文章でじゃあもう一つしょうに ですひてみちっては何ひてみち。くぬめならスタンドや。ひてみち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 。ひとめる。ああ、らあ、違うんだ。さっぱりしてう。午前ん。さっぱりしてる午前って意味ん前朝 あーあーるなるほど言ってたなたんこれは分からんわ <laughs> 七道とかもう言わんもんだって <laughs> だって言ったとしてもこれ純選手にしかずっと伝わらんもん七道ムン朝ごはん昼が何でしたっけこれえー、昼は、えー、だ何でかあのあれさトカゲみたいなトカゲみたいな<ゲ>なんか小さいやつよ トカゲみたいな小すいやつちいすいやつちっちゃいのがいるさ <laughs> もうこの時点でクイズなってんな、うん、トカゲみたいな小いすいやつ、うん、トカゲじゃないなミミズみたいなやつミミズみたいなやつ、うん、で小いすいやつ昼世界違う違うわ <laughs> <laughs> お昼を方言けって何でしたっけ <laughs> っていう問いに対して あれチーズやつめみずみたいなえ昼正解ってどういうことや全然やからやし。工芸で聞かせって言ってるこっち。夜は夜。あ、夜。夜あ、行ってしまうと。なんかそれ何が何が目的だったの夜やおかゆせや。ゆうさんでいいとかや。夜に関しては今何をやろうせたんですかクイズの出し方は。ゆうてあ言おうかなした奥さんゆうて あ、ゆうん、ああそういうことねおお湯お湯お湯みたいやかましいわ面白いな全然笑ってないし全然笑顔出て歯だけしか出てないああなるほど申し訳ないですね当てちゃいましたすいませんでもでもこういう時もあってもいいんじゃないそばしょうね俺は早かったな早いだからそばしょうにね分かった人そばしょうよりも分かった人 <が>ねいないでしょうもういなかったな俺より早く分かった人は絶対いなかったそばシだからさあのマングースをしろげるさはいはいはいマングースさんリクエスト若手芸人のねうんそばシのこのラジオ聞いてるっつってから木曜日のあ,あそうなんすかうんそばシもよく分かってきてすごくないですかって言ってた意味分からんで <あっ S 1> リクエストのタイヤワンガイイチオシマングースさんは沖縄の方ですよね沖縄でよおマングースさんも分かんないんですか全然分からんでワヨていちし。 ウッドさん僕よりは年上ですけども一つ下準選手より一つ下だけど全くわからないって方言えぇヌートバーんでそばしょうがこのウッドさんにユンタクなっておっしゃるやなキャッチボールさんに方言と標準語のキャッチボールしてますよそれがすごいって言ってよあでも本当に俺でもすごいと思いますよだって ね、本土の人からしたら外国人じゃないですかこんなんしゃべってわからないから俺が <laughs> 外国人と喋ってるみたいな感じでしょ、うん、絶対歌ってわからん言葉、うん、来て、うん、この前の営業も、うん、営業シニアな,なんか純、うん、選手と僕ど、うん、こどっこいと。うん 鈴鹿サーキットでの営業があって横浜のお客さんが来るっていうお客さんの前でネタを披露するっていうお仕事だったんですよ。先週のか横浜から来たお客さんの目の前でそのもうみんな本土の方なんでもちろん分からないわけであってその時の司会の方も横浜の芸人さんなんですよ。がまあ沖縄でね現場ではやったんですけどえこれでやった時に。 めめちゃめちゃゃ方言喋ってジュン選手 <laughs> 誰も追いついてきてないですよ司会 <laughs> も追いついてきてないし <laughs> <laughs> これなんか方言ネタやってましたけど、うん、え全然わからんなみたいな,なんかジュン選手が言ってそしたらお客さんが「 だって横浜から今日来たんだもんって言ったら「<laughs> ああねるがわんが悪くてや」みたいな「わんがわさってみようわんがわささ<や> <laughs> 当たり前さや嬉しかったんもん <laughs> 方言力ねえやー」って <laughs> めちゃめちゃ方言使って標準語もう全くなかったもんあれだから逆にさ県外のお客さんばっかりってなったら県外に寄せるパターンもあるけど<う>結局は何無理うち この標準語の役は蕎麦翔とは鈴崎が出たさねで標準語の役って俺は思ったわけあなるほどね例えば俺僕らが標準語の役をやってたま標準語でやるさうん、うん、はいはいちゃんとした標準語ではないけど <laughs> 一応分かるようにやるさ <laughs> 県外の人なんかにも、はい、だからこの一番最初と二番目のコンビがやったから俺はもう全部、うん、あ 俺はもう一旦俺らがちょっとベースを作った後に崩して崩れてますよ <laughs> <laughs> ただすごいのがやっぱわからん言葉でもね県外の方は面白いってなったらもうどこかにだからこれで受けてるからな <laughs> 全くわからん言葉で受けてますからね。<laughs> <laughs> すごいよね、本当に <laughs> 意味から,んから最初意味わからんって聞いててから、うん、最初はわじ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 はいかんけど、うん、何言ってるワードあとからなんかこれがつぼに入ってくるじわじわでじわじわ音で笑わすさうさ、ん、もうこれが通じないんだったらぬぬ、うん、がぬがぬんちぬぐらい嫌さ とかこんな感じで言急になんかこんな音がジュン選手はもう方言で伝わらんかったら方言の音で楽しませるんですかリズムでいくんですね武器としてそれしかないんじないですよなるほどというわけで申し訳ないです コーナーナ先に答えてしまというわけで以上、潤選手愚痴ニュースのコーナーでした。ありがとうございました。ポン足蹴 <laughs> るときゆっくりポーンなんだ。<laughs> はい、えー、いろいろね、すいませんね。うん、ありがとうございます。えー、救護士かしのおりさん、確かに翔ょくんすごいよ。はい、方言ね。 ただボケる前に答えるなとめっちゃ言うやしずっと言ってるわイメイさん横浜のあれ放送前か放送終了後の企画だったのあ知ってるんですね放送前の営業でそう他局ではあるんですけど申し訳ないですけど他局のラジオ番組の前にやってた前説みたいな感じでねその仕事で僕らやったんですけどまあまあいい感じでね楽しめて僕らも楽しめて。 全然そのなんていうのかなまあ距離もなくねうんうん結構すっとこどっこより俺の方が受けてたか言うなそういうの言うな言うなよそういうの絶対すっとこどっこよりは受けてたなと思うな俺の方が絶対言うなそういうことあゃあ分かったすっとこどっこより誰も受けてなかったよああじゃ逆にそんなん絶対ダメゴール 確かに落ちてないもうちょい頑張ろう <laughs> 全然落ちてなかった今のくだり <laughs> 全然落ちてなかった今からスタートじわじわ俺もう広げよう思ってたもんだってだからずーっとねこれゴールしないと <うん S 2> ずっと0対0で終わるばなんで勝負してんだよ俺ら, <laughs> だ,ら俺だってお笑いで勝負してんのここで2人のパーソナリティがバチバチしてえしてない <laughs> 一緒にお笑いのゴールへ行けいいいやいやいや2人で走って そう場所。はい。俺はそんなじゃないよ。うん。敵だよ。なんで俺を敵だと思ってんの？うん。俺は敵だよ。そうなの？そうそうそう。いや、岩手のカンボジアさんがまたちょっとずれてしまうんですけど。キス、キス、キスって言ってます。もう岩？全先週のやつでしょ？キスのやつでしょ？ああ、なるほどな。あ、なんだったのあれ？うん？聞き直しましたけど。聞き直す。うん。何してるわって思ったあれ。だからポッドキャストで聞いたときに、俺はなんか。 いい気持ちになったよなんかそれなんかいいなこういうところキスしてて,ていいなパーソナリティがパーソナリティにキスしてていい感じになったポッドキャスト聞いてもあまたこういう放送があったらいいのになって <laughs> 楽しむな楽しい需要を出すな求めるな本人が一番いやいやまあねしないですねそれ振ったらなんか言いづらいわ <laughs> あかもじゃあさそれ言ってしまったらね中チューとか言ってしまったらまた来るみたいな感じでそれも喋りづらくなるいいよ別に俺は <laughs> いやダメだめだめだめうわーなんか出てきてで,できてるやしなんか空気がやめてちょっとほん<め>と本当にあれびっくりするからチューはあー赤くなってきてるな,なんでよや何で照れてるば <laughs> なんで <laughs> 普通テレれてれ頬に出るのに腕から出るか <laughs> 腕を見るな日焼けか日焼けだよそれ、うん、さあね、えー、いろいろありがとうございます、えーはい、コメントの方もいただいておりますがメールの方もいただいておりますよはい、はい、お待たせいたしました、えー、メール読み上げたいと思いますはい、はい、えー、プーキーちゃんの愛人翔くんと内田口先生淳選手こんばんはお笑いカレー大好きわらばでーですーありがとうございます お酒飲みすぎて全部記憶なくしてデイジみんなに迷惑かけてしまったなぁ、えー、みんなに迷惑かけないために、えー、やーでオリジンチャンプルーとオリジンアワー聞きながらお酒飲んでるよ ではプーキーちゃんの愛人翔くん、選手、最後まで放送、ちまりよーとありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、これもあの記憶がないまま打ってるかもしれない。<laughs> もう今すでにすでに。今すでにお酒飲みながら記憶なくしてる可能性があると。<laughs> とんでもないな。<laughs> にしてはもう文字完璧だな。<laughs> 文字が完璧、綺麗だな。<laughs> あのー カレーわらばさんさ、うん、とっても、はいはいはい、何回かお会いしたことあるでしょ、そばしょうも。何回かね、ね、ありますよ。あの面白いよね、カレーわらばさんね、あの俺なんかこう声失礼ですけど、会った時もこれ飲んでるんかなって思う時あるさ。だからわからないですよ、テンションが。 <笑><笑>お笑いカレー大好きわらわさんがいつもライブにね来てくれてありがとうございますいつもラジオ聞聴いてますありがとういですって言ってくれるんですよめっちゃ嬉しいですようん、うん、お酒飲んでんのかなってなっちゃうんですよテンションがねはい、はい、ああでも普通の普段からこういう感じなのかなって思っちゃうんですけど、ね、目見たら分かるよ<目>、うん、酔っ払ってる時カレー大好きわらわさんの、うん、目見たらこの黒と白がな黒,黒,黒と白が逆なのに瞳の方が白くなってから、うん、壊せよやそう 喋れるか飲んでたっけそんなのなんていうや <laughs> 言った方がいいよ。教えれお笑い金<や>大好きわらばさ、<え>目白くなってるよって。教えたら、だからショック受けるかもしれないです <laughs> じゃあ、本当にだとしても、ラジオで言うな、それ。<laughs> じゃないでしょ、でも。おかしいよ、おかしい話ずっとしてるわ <laughs>、えー。昔、全部記憶なくして、デジメンなり迷惑かけたんだらしいですよ。でもね、もうお酒飲んだら、それしゃあないですよあの。テンションが上がってる人だなって思えばいいんじゃない、うん うん、もうでもお酒飲んだら仕方ないっていうのはあるけどね、うん、事故とか事件とかお子さん限りはね一番フレンドリーがいいあ<ー>とにかくとにかく怒っててももう酒飲んでたら意味ないしね意味ない、うん、だから、うん、ただお酔っ払って、うん、わちゃわちゃして明るい方がいいですね,そうかね何か誰かに迷惑かけるよりはお金払って飲んでるんだからね美味しい酒飲まないといけない、うん、それに 関しては本当に善だなって笑わしてたっていうのは正解だったかな、うん、俺も正解だと思 <laughs> それはもうただお笑いのクオリティとしては不正解ですけどね善、うん、だなって笑わすってしかも芸人が芸人をパクってるっすね正解だわ、はい、さあ、えー、一旦 CM いきたいと思いますメールまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、それでは一旦 CM の中で低い声 CM オリジンアワー「オリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube/ ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 ビッグワンでの買い物楽しみだなえー、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっやかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英雄オラットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう良い品をいつも安くビッグワンこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました

これもしそばしょうを応援するファンが例えば隣にいてあ中食べてるんだ大食べてるんだってなったらがっかりしない。えじゃあがっかりしないじゃん。そばしょうがそば中だよ。いや、そゃ食うわ。貫子よ、これは。なんてなんて貫子つらの子って何ワニ先生がしそうな間違いすなよ。ああ、いつもはそうだ。 そうなんだねでもいやいや、まあ、それも逆にだからあえてそば少ョーしかしゃ食べれないですって言ってるけど、うん、頼んで実際ご飯食べようってなった時に、うん、いやそばやの真ん中のサイズくんかいっていうボケにしてるわけですよ <laughs> あほいで今の流れだったら、うん、前回のこのキスの流れがあるから、うん、そのそば中っていうワードもちょっと引っかかってくるんですよ<っ><今>な,なんで自分からそれを今 仕掛けたのだから引っ掛けてくるんかなと思ったから今ジュン選手がじゃあやって違う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 いいいいなんだなんだわこれ蕎麦将がチューして俺おかしいだろどういうことなんですか今何をみんなは逆に聞かされてるんですかラジオ聞いてる人たちはチューしてほしいわけさおかしいだろじゃおかしくないおかしいよおかしいラジオでこれうんうんじゃない俺がいた突っ込みに対して もう運転聞き返すないやだからおかしくはないと思うけどやろう。いやいやらん <laughs> 絶対やらん <laughs> 自分で言ってた頭おかしいって思ってるでしょ。何をパーソナリティかパーソナリティに注意して。<laughs> ごめん、今。ごめん、びっくりした。今、んも記憶なかったです。見やからは。みやからは。<laughs> <laughs> え、笑いから大好きアラバーさんキスを求めるショー君笑あと求めてないですからね。<laughs> そういうくだりになりそうだったからやめたんです。<laughs> え、ありがとうございますね。はい、メールの方も。 いただいておりますので、はい、今行きたいと思います。題して、え、じゅんちゃんそばそばそばショー、こんばんは。ああ、分かったな、誰か。誰か分かりましたうん、カンボジアさんだ。違うわ。のうん違うか。全然違いますよ。もうちょいヒント言いますこんばんは。あ、いや、早ヒント読うなよ。豚ゅうさんではないか。いや、違う。うん。言いますもうこれ言ったら分かります。はい。じゅんちゃんそばそばそばショー。 え、ここでわからん。<laughs> こんばんは。うん、松村。香り。え、吉本。沖縄。奈美ちゃん。おい。<ん>プーキー。f きのりおし、こう。あきのりおし、こうたくんさ。あー、こうたくん。かこうたくんですよ。<ー>名前が長いで有名の。一世を風靡した。 趣里石峰さんに憧れすぎて趣里石峰さんと同じヘアスタイルにしたあのこうたくんあそっかはい分からんかったやつだこたこたこうたくんですよずっとこうたくんやったことないしねやったことあるよずっと今もお城で突っ込んでるよあんまり聞こえない声ではいこうたくんありがとうございますこうたですと元気ですか僕も元気ですと吉本沖縄の奈美ちゃんがスポーツボーカル那覇マラソンの「 ランナーズリポーターになって嬉しい僕です。いやもう曲なんですけどね、すいませんね。うん。質問ですと、なんでしょうか。お二方の挑戦してみたいことは何ですか。終わりです。じゃあね。こっちでいればいいのに。ね、適当さよ。終わりです。じゃあね。って来てます。

マジかライブしたいルさ二人で選手といいなあいいすかエモヤも誘ってからいやわらライブやしんなもんあのライブをまた繰り返したいしちなみにパート2やしどんな感じのライブどんな感じのかまあそんなガッツリ考えてはないですけど今今考えて今スケジュール決めていつえスケジュール早せよや今どこでやろういえじゃもう決めようはい場所こっちんだ公民館早せよや できるかこちだ公民館でこっちだ公民館人呼べるかキャパオーバーするわじゃ逆にネットライブとかはどうネットライブネットネットライブ生配信みたいな配信ライブんか昔やったニコ生みたいな感ですかあいいじゃないですかあれできたらねここでできないですかねフェーブなハさんでああその時になんか 裸ゲイを見せるとかね <laughs> 酒飲んでるやし酒飲んで力借りてるやし俺が <laughs> なんでよやや芸人が酒の力借りるな <laughs> <laughs> いやでもねまあまあ本当に山森さんも誘ってまたパート2やりたいもんですね,ねえやりたいなああまたどっか内地行って本土行ってんっ焼肉食う機会があったら <laughs> ね<え> <laughs> ぜひ。 ああ焼肉縛りにはなるけど俺さんが2人でスラブ打ったらってスラブ打ちとか言え<は>いいね2人でスラブ打ったら <うん S 1> スラブってなですかあのなんていうのかなえ建てるさ <はい S 2> え建物あ建築のこのスラブあ屋上にまあどなんていうのかなえ最初は基礎建てるさねであと全部コンクリー流しさ <はい S 2> コンクリー流し終わり。 <laughs> 仕事の話やし、いえ作業屋の話やし、<laughs> そのわかるか、二 <laughs> 人しかわからんかった今のくだり、休憩しかしのるさんと純選手しか、わ <laughs>、うんえー、かる人いたら、タイヤ店わかるよ、ななさんですかね、うん、なーなーなーやさん、なーなーな,ーなーさん。 えー、スラブ笑うと来てますねわかる人いたわ <laughs> すごいわ <laughs> キュウよかにはヒージャルやん99しの俺さん森、うん、さん誘おうかなーみたいな今話してたんじゃないですかキグスカルシの俺さんがいいよ誘おうなーってきてます <laughs> 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 さっぱりしてるわ <laughs> さっぱりじゃんあっさりしてるわかわいそうさあ、えー、いろいろね本日も、えー、ツイキャスコメントそしてメールもいただきましょう、本当にありがとうございます、うん、来週のメールテーマは、うんえー、好きな漫画好きな アニメは何ですかという,う、ね、テーマで皆さんと一緒にいろいろとお話ししていきたいなと思ってますんで、はい、これ漫画日かすみ。ね、あの映画やわからんばいわね映画、うん、あ映画好きな映画ってありますかジュ選手ああなんかわからんばいで。ってうん、ああじゃあ好きな映画もいいんじゃないですか、うん、チュイニックとかよチュイタニックか。チュイニックチュイタニックチュイタニック タイタタニックでしょイはあれ2人人のタイだからタイタニックをひ、はい、<laughs> 1>, 1, 1人にかけてチュイタニックの方言でかけ言葉するなそういう意味じゃないからなタイタニック船の名前な、うん ああのー、このこ漫漫画画かあるんですはは、ね、はいはい、はいよ<れ>漫画アニメまあ映画もいいですよ。好きな映画とかあれば、うん、はいぜひね皆さんメールお待ちしてますんで <laughs> ぜひよろしくお願いします。<laughs> 本日はいろいろありがとうございました。はい、本日のお相手はすっとこどっこいそばしょうと、えー、この辺に落ちているふた、えー、でした。<laughs> なんかそれ多いよどうもありがとうございました。ルボディービル